ットカーペット水木です。同じく MS レッドカーペットサトルです。よろしくお願いします。お願いします。で、あとカメラマンさんは増田義です。桐生市の梅田第三トンネルに来ております。そろそろ真ん中ついてそうですけど。じゃあ吹きます。でも怖かった。ここで私は死にました。何これ何これ何これ。ドーマンセーマンドーマンセーマン、すぐに呼びましょう、音量しレッツゴー。この動画の制作は光ドットインク、アクエリ軍団、金曜まで夜更かし、ゲストコラボ MS レッドカーペット、ご覧のスタッフの提供でお送りいたします。結構霧がすごいよ ね、 やばいね。すごいことになってきましたね。とんでもないところ選んでくれたらしい。今時刻が10時1時ぐらいですか。1メーター先がもう見えないんだよね。主任についてってそのままね、落っこっちゃう可能性がある。プラス、この山道入ってからどの車ともすれ違ってない。すれ違ってないね。かなり車通りのないとこなのかな。ライト一つないしね。今ね、この画面見えるようにライトつけてるけど、外は真っ暗です。マジ目が線ないし。今回の光主任チャンネルは MS レッドカーペットさんとのコラボ動画になります。光主任から行き先を告げられないまま後ろをついていく水木たち。台風19号の被害が未だに残る荒れた山道で目的地を目指していた。通行止めですよ、主任。土砂流等のため。これは台風19号の影響か何かですかね。じゃあ、たどり着くかどうかもちょっと今だと分かんないですね。そうですね。でも、それについてね、車の検証ができない人も行ってみましょう。はい。はい。行きましょうか。車の検証したかったんですよね。今回は心霊検証で、車を使った実証を行う予定でした。とりあえず先の様子を確認しに行く光主任と水木たち、そして霧で隠れた夜道の先ですぐに目的地は姿を出した。YouTube からの皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして、相談の方もよろしくお願いいたします。今日は MS ロットカーペットさんたちとコラボしていきたいと思います。イエッ、イエイ。 MS ロットカーペット水木です。同じく MS レッドカーペットサトルです。よろしくお願いします。お願いします。で、あとカメラマンさんはバセヨシです。お願いします。この後多分いっぱい活躍してくれると思うんで期待したいと思います。はい。どこにいるかと言いますと、はい、桐生市の梅田第三トンネルに来ております。よ、何があるかというと、ここは梅田の第三トンネルと言われてますが、正式には三教随塔と呼ばれ、過去に少女が埋められたとの噂があります。また、トンネル内で3回クラクションを鳴らすと、何か心霊現象が出てくるとも言われていて、他に白い影が通るのを見たなどの情報があります。近くに住人もおらず、他の詳しい曰くについては、詳細不明のトンネルになっています。他にも自分たち以外の第三者の声が聞こえたとか、白い影がなんか目撃されたとか、いろんな不可解な噂があります。トンネル系って結構曰くつき多いですよね。多いよね、うん、確かに。そうですよね。二人が行った肌トンネルとかもね、ああ言われてました、ね、確かに。ここでまず最初に僕たち4人でこの中に入って、はい、どういうトンネルかをね調べていきたいと思います、はい、でそれ行った後に今回4人いるんで、はい、代表で2名、この中に入ってもらって、検証を
ちなみにその検証は車のクラクション検証だったのですが、今回は台風の影響でトンネル車両通行禁止のためできません。周りにちょっとよくあのスポーツで使う、審判が使うホイッスル、持ってきたんで、はい、それで吹いてもらおうと思います。あ、クラクション代わりにして。そうです、あいいね。3回鳴らしてもらってちょっと通話をしてもらいながら、まあ何か変な音が入ってないかどうか通話しながらで、これはどうやって決めるんですか。これはもうこの辺にじゃんけんでいいんじゃないですかね。じゃんけん、じゃあ負けた人ってことですか。もちろん。なるほど、わかりました。一回かな。まあどうですね、僕が行ってもね、ちょっと僕だと表情もちょっと映らないから、つまないと思うんで。そうですね、この辺が行った方がいいっすよね。あ、まあ、はいはいはい、普段ね、夜こうやって来ないからね、はい、そう、MS さんの誰かが行った方が僕は面白いんじゃないかと思います。新鮮ですよ。はい、はい、ここにいるだけでちょっと怖いもん。ビビってくる、怖いから。ずっと。では、上田第三トンネル、早速4人で行っていきたいと思います。 GO!え、雰囲気やば。うわ、怖っ。雰囲気あるなぁ。いや、鳥すげえ鳥当たった。入り口付近から恐怖の雰囲気に飲み込まれる水木たち。なんか聞こえない？響いてるでしょ。あ、響いてるのか。結構落書きはされてるね。そうだ、若いあれかな、元気なお兄さんたちが書いたんかな。大日本オーストロークの本水が垂れてるとこ。そう歩いてて音にも聞こえなくはない。あ、でもあの今正義がこう言ったじゃん、俺らの人たちから。じゃあそっちの足音が響いて後ろから聞こえる、そういう風な聞こえ方をするわ。うんうん、マサイシの足音が裏から聞こえたもん今。雰囲気はだいぶありますね、うん、これどこまで続いてる感じですか。意外と長いんですか。結構長いと思いますよ、地図で見ると。真っ切りがすごいんだよ。こういう時の方がでもね、うん、出るっていうもんね。こういう霧がすごいとか雨がすごいとか。そうに言った直後に悟とマサヨシが異変を感じ始めます。どうした？急に驚いて後ろを振り返る正義。一体何を感じたのか。パパ今ガサガサって音でしょ。ガサガサって音でしょ。ガサガサって音でしょ。俺も聞こえた。ガサガサって音でしょ。ガサガサってなりましたね。ガサガサって音でしょ。俺も聞こえた。ガサガサって音でしょ。ガサガサってなりましたね。ガサガサって音でしょ。俺も聞こえた。カメラではかすかにこの4人以外の物音が入っていた。最初音が奥から聞こえたのに、うん、後ろになってる。あ、確かに。ですよね。でもね、本当にさっきからね、やっぱこういろんな四方八方に音が飛び散るから。さかみがちょっとでくっついてるんだよ。ガサガサ、なんかびっくりしたわ。ガサガサびっくりしましたよね。綺麗ですよね。あ、見える。見えるよね。あ、がっつり映ってる。そこにはたまたまなのか、おじいさんの顔みたいなのが出ていた。大きい顔の、うん、鼻で口で。ああ、確かに見えるわ。ちょっと主任の言ってるもやっていうのもやないですけど、この辺に
確かに顔っぽくはね、おじいちゃんっぽい。そしてこの顔の見下ろしたとこにはとんでもないことが書いてあった。え、ちょっと待って、ここで私は死にました。これを見た、何これ何これ何これ、気をつけて、ここはふざけてくる場所ではありません。今よって言った、誰か、え、ありませんよって言った、いや、ありません。あ、やまびこか、やまびこっす。落書き具合がやばいな。ここは本当に多分誰も通らないと思うんですよ。だからこう思う存分落書きできるっていうか、響きがすごいね。ここは今多分一番真ん中なんだ。すごいね。これ響きるね。気温が一気に落ちてきてる。確かに。冷たいね。気温落ちてるでしょ。気温落ちてるね。すごい寒い。ここから急に落ちてる。ね。壁を越えたような。すごい寒くなった。さっきの方はでも本当に何にも見えません。思うと歩けるのはいいんだけど、もうこれ何分ぐらい抜けられるんだろうって不安がちょっと出てきましたね。もう体感10分ぐらい歩いてますね。常に水出てるじゃん、この辺。ほら、鍾乳石みたいな。あ、本当だ。どう？ペンキ？ペンキだね、明らかに。でも剥がれてる。その方はそうだ。ペンキだね。浮いてる、塗膜して。まだゴールだね。ゴールがないかもしれないしな。帰ろうと思っても帰れない。どっちが帰り道だろうってね。一歩道だ。あ、そっか。本当だ、本当だ、本当だ。あ、でもそう考えたらさ、こういう風に凝ってる絵ってさ、入り口だけで中はそんなないのか。そうですね、うん、なんとか外に出れたものの、外は何も見えない霧景色だった。だがなぜか反対側の入り口付近では車両通行止めの規制がされてなかった。もうちょっと行ってみましょう。あ、あったあった。いやでも待って、あれ？通行止め解除されてね。全然なんかどかしたくは作りちゃってね。うん、確かに。これこっち側から来ちゃった人はわかんないよね。トンネル止まっちゃうよね。いや、ちょっと。いや、何も見えねえ。トンネルが見えねえ。でも、本当にこのトンネルのみ通行止めされてたってことですよね。そうですね。でも別に中何もなかったですよね。すごい綺麗に整備されてた。なんか意味があるのかな？なんか整理された後とか？そっちから足音したな。動物？動物かな。マサヨシと誰かにする？いや、俺は一人がいいと思うけど、やっぱ中心部だから電波悪いですよね。そうですね。あれ、主任
じゃあ吹きます。バケタンが赤に赤っぽくなったね。赤っぽくなったいや夜は新鮮でしたね。まあ新鮮だったね。